冒険と危険に満ちたとある時代、仲間外れの邪悪な村人が新たな家を求めこの地をさまよっていた。だが彼を待っていたのは拒絶だった。自分を拒んだ者への憎しみに突き動かされ彼は闇雲に歩き続けた。さまよい続けた果てに邪悪な村人はついに見つけた。自分を生まれ変わらせる者を、支配のオーブ。悪に染まりただ復讐を望み邪悪な村人の王は全ての者をひれ伏させた。従わない者には死あるのみ。邪悪な村人は世界を混乱に陥れた。彼らの王は世界を恐怖で支配しようとしている。その野望に立ち向かう清き心の勇者はいないのか。あの者も違ったようだ。もしや君なら。こんばんは、チキンカツです。今日も続きをやっていきたいと思います。それじゃあ続きをやっていきたいと思います。ちょっと配信外でクリーパーの森前回やったところ、ここっすね。何周かしたんすけど、手に入れたのがこれ。まずはダイヤモンドの剣。これはエンチャントがエメラルドが増えるってやつ。とりあえず今これをマックスにしてみました。で、あとは普通に狩人の防具に海に花火の矢に瞬足の物。これなんか意外にこれいいっすね。で、あとは狼、こんな感じっすかね。じゃあ今日は新しいところに行きますか。どこがいいんだろう。不思議不気味な洞窟。これは沼っぽい、湿っぽい沼。これ行きますか。この暗い沼の中心に邪悪なウィッチの根城がある。ウィッチはあらゆるポーションを生み出し邪悪な村人の王の軍勢をさらに強大にしている。奴らを探し出して倒さねば邪悪な村人たちはもはや止められなくなる。だがこの沼は恐ろしい怪物の巣。慎重に進まねばならない。クリーパーの森を何周かした思ったのが、マップが何気にすごい広くてくまなく探さないといけないっぽいですね。いた、落ちた。
なのでちょっとくまなく。オカミ探したいと思います。子供のゾンビがいる。子供のゾンビ早いんですよね。橋に渡って。だが。よし。こっちは？ああ、こっちにつながってるのか。この手のゲームはほぼほぼやったことないんですけど、面白いですね。こういうアクションゲームは何ゲーっていうんだろう。アクションゲームなのか。スライムが。よし。よし。よし。
お、なんか洞窟かこれ。エンダーマンがいる。くれエンダーマン。倒した。エンダーマン倒した。この爆弾を持ってって、ドーン。あ、広いな。探検探検。どん。うい。よし。こっちは。こっちは何にもない。こっちか。いた。水分広いな、やっぱり。くれ。で、こっち行って、広いな。くれ。
ジークと出ちゃうから、しか。ほう。なんもねー。で、とりあえずエメラルドいっぱい。くれるな、おい。そっち側行きたいな。マップが広いぞ。こういうのって性格出ちゃいますよね。もう気になってしょうがないですか。すごいぶっ飛ぶな。あ、それでここに繋がってんのか。
そういうことね。広。おお。よし。ねえ、ないないない、ないこれ、ないこれ。意味がわからないね。相当ご了承したけど。よし。邪悪な村人の王へポーションはもう届かない。ウィッチたちも復活に時間がかかるだろう。君のおかげだ。無事に戻ってきました。武器の確認でもしますか。釣り竿9、ハーベスト、なんだこれ。
使い道がわかんないですけど。これは月の歌が。ほら、かっこいい。ちょ、かっこいいっすね、これ。二刀流。ダメージが強くないな。あんまダメージが強くないな。今のところこれにしときますか。乱射のクロスボウ。ダメージ弱いんだよな。ちょっとなんかよく使い道が分かんないですね。今日はここまでしたいと思います。また明日続きをやりたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた明日、さようなら。